はいどうも、トンチャンネル、トンです。今回は発売されましたね、デリカミニ、こちらをね見ていこうと思います。まあ、車中泊当然含めて見ていこうと思います。まあ、とりあえず内装はおそらくこれ後の方にあるんで、後で見るとして、まあ、まずグレードですね。でグレードは T プレミアムから G までですね。 G が一番スタンダードなんですけど180万となっております。だ上が200の下が180万ですね。まあ、何が違うのっていうと、これ比べられるんですけど、とりあえずね、あの一番グレードが高いのはこういった、一番下のグレードでも、まあ最上位グレードですね。最上位グレードはまあ全て当然ついてますということです。電動スライドドアとか、このハンズフリーオートスライドドアに関しては、T と G はオプションです。助手席側は標準装備してます。だからこれ結構すごいですよね。ヒーテッドドアミラー。こちらも一応標準ヒーテッドドアミラー。まあこの辺はね、置いときましょうか。で、ステアリングヒーター。これね、女性には結構いいと思うんですよね。あとまあ寒冷地の方、こういうのいいと思います。これ最上位グレードはついております。パドルシフトもついてますが、まあこれ意味ないですね、使わないでしょう。これはインテリア、これ樹脂製の PVC のシートが使われております。まあ、PVC っていうのはポリエチレンかな、撥水性というよりももうプラスチックです、これは。まあ、アウトドア向けということで撥水シートもついております。リアビューモニター付きミラー、こちらもこれオプションになりますけども、一番グレードの上のものには当然ついてます。マイパイロット、これもステアリングスイッチは最上位グレードのみ、電動パーキングも最上位グレードのみ。この辺はですね、 N 版とか N ボックス、ホンダ車は全ての車種とグレードについてます。これは言っておきます。別にホンダがどうこうではないですけど、ホンダはこれ全部ついてます。当然ミッションにはないですね。 N 版の現行もまだこれはついてないですけど、もう次回からつきます。これリアサーキュレーター、これはいいですよね。人を乗せるんであればこういうのはありだと思います。とりあえずここで見るのであれば、まあ人乗せるんであれば一番上のグレード買った方がいいんじゃないかなと。外観ですね。外観はもういいですよね。デリカ風ですけども。で、こうヘッドライトいいですよね。僕この形好きなんですよ。外観はもう全くもってアウトドアという感じですね。見た目は完全にアウトドアです。まあデリカなんでね、一応名前が。ボディカラー。ボディカラーもね、結構いいんですよ、これ。まあこれ見ていってもらったらいいと思います。で、内装ですね。気になる内装。まあ、内装は2列目シートが非常に深いんですけども、これちょっとこっちで見ましょうか。これね、内装の方はこの360度ビューで見た方が分かりやすいですね。この辺はですね、まあヘッドライトとかなんで別にやらないです。ハンズリーオートスライドドアですね。まあこのように開きますよということなんですけど、まあ慣れればまあいい機能なんじゃないですか。で、これ 650mm ということで、これ、鉱石非常に乗りやすくなっております。室内長2200。これ有効室内長ではないですね。2200もそんな使えないです。正直。で、車内高ですけども、1400ミリとなっております。まあ、こう、人乗せるんであれば、非常に広くていいと思います。で、内装ですね。内装は、まあ、先ほど言いましたシート類、こういうファブリックとか、ディスプレイ、このようになってますが、こうメーター周りとかでも、そうですね、非常にハイブリッドで見やすくて、いいメーターだと思います。エアコン周りも非常にスッキリしてるんですけども、ちょっと多分使いにくいかなと思いますね。ちょっとデザインに寄りすぎてて、性能特徴ですね。まあ、ユーティリティ、こうスライドドア。この辺はね、普通の車と一緒なんで、まあ、あえて説明はいらないかなと。この辺、開口高になるかな ?1080。もうちょっと狭くなるかな。横幅が1050となっております。で、中に入るともうちょっと広いですね。いや、言うてもこれ入り口なんで、で荷物はこんだけ乗りますよと。ああいう感じになってますけども、まあ、正直言えば、これ N ボックスとかでもこれ乗ります。ただ、その撥水の後ろがシートとかじゃないんで汚れるかなっていうのはありますけども、ハイトールワゴンであれば全然こんなのは乗ります。このようにまあ汚れ物汚れすぎ、これ汚れすぎでしょ。まあこういう風にね、こういうものが乗せれますよということですね。こんなん乗せるんであってもシート乗せた方が絶対いいですけどね。後々めんどくさいです、正直ね。ボックスじゃないんで、言うても後ろにやっぱりシート、倒したシートの隙間があるんで絶対に汚れるんで、なんか敷いた方がいいです。なので、普通の軽に後ろ PVC のシートとか敷けば全然似たような形になるんで、おーすごいなーっていうことはないですね、はっきり言ってね。これいいですよね、ラゲッジアンダーボックス。
長靴入れたり靴入れたりもできるし、洗車道具当然ねこうやって書いてますけど入れたりもできます。でシートアレンジですけど、これですよね、これ。まあ別にこの車車中泊をしてるわけでも何でもないんですけど、僕はね昔からそのシートアレンジが気になる人なんですよ。三人乗車ですね。三人乗車時、まあ後ろのシート1個倒しますよと。まあ普通の系です。普通の系です、これは。で後ろ2個とも倒します。でこのシートなんですけど、これ NBOX もそうなんですけど、ちょっと斜めに上がるんですよね。これこうこう、その分後ろのシートは座りやすくなってます。お尻が深くなるんで。でこれが残念なんですよ。これが残念。これね浮いちゃうのここ浮いちゃうの。だからもうちょっと前に行って、ここねヘッドレス外してこうスポッてこう入るようにするべきですよね、絶対ね、うん、いくらこれスライドしたってこれねここ履いてないじゃないってなるじゃないですか。これでベッドキット組んだら、ここの分が結構邪魔になってすごく高くなりますよね。そうするとどうなるかっていうと、ここの頭までがすごく近くなっちゃうんですよ。で隣との段差がまたできる。車中泊仕様にするんであればこういう形にしたいんですけど、したら今度ここ座ってねなんかできないんですよね、あの天井までが近くなりすぎて、まあ、なのでここだけやるのがいいのかなという感じですね。まあ実際こういうキットも出てくると思います。ただ、まあ、これで車中泊しないか、ああこういう感じですよね。結局子供さん1人と大人2人とか、子供さん2人と、まあ、大人2人とか、そういう車の使い方かなと思います。例えばね、僕ら田舎なんで1人1台車がないと生きていけないんですよ。これはもう仕方がないです。仕事に行けないんで電車とか全然ないんでね、田舎なんで。例えば都会に行くと一家に車が1台ですよと。でそんなに使わないんで軽でいいですよと。そしたらまあ4人なら十分これでいけますよねっていうことなんですよね。この車の僕は考え方としては、ちょっとだどこも行かないですよっていう人やったら全然こんな車必要ないんですけども、たまにまあバーベキュー行ったり家族で川に遊びに行ったりとか、そういうことするの好きですよっていう人はこの車でいいと思います。いや俺は一人で住んだりからこれ買って車中泊するんだっていうんであれば軽バン買ってください。絶対これじゃないです。これ基本的に EK スペースと変わらないですよね。見た目が違うだけで、まあ、あとちょっと足回りも違いますけど、正直同じ部類です。ただのハイトールワゴンです。なのでそういう意味でちょっと汚れ物気にせず乗せれますよっていうところはありますけどね。ただだから ここの隙間に泥落ちるんで気をつけてくださいね。これはあえてこういうの乗せて隠してあるように僕は見えますけど、わざと斜めにして、うん、ここに隙間があるのでこの下にね、あの気をつけてください。このようにねあるんでね、絶対シート敷いた方がいいです。あのおすすめは、あの僕が N 番に敷いてるシートが超おすすめです。あれはいいです、まあ、あの結論的なことを言ってしまいましたけども、これはもうあくまで僕の考え方なんで、はい、走行性能、これはねよくかっこよくしてますね。これねフルタイム 4WD なんですよ。なので、ね、雪や雨の日非常にいいですよね。降ってなくても走行は安定します。その引き換えにちょっと重量が重くなったりとか、あと燃費がちょっと悪くなったりとかっていうのはありますね。 4WD 車は専用のショックアブソーバーが入っているということですね。なんかよくわからない仕様ですね、うん、わざわざそこまですることなのかという感じはしますけど、まああとこうメーター周りとかですね。だからここのなんかボタンがどうなんだろうと、こうタッチなのかなっていうね。タッチだったとしたら使いにくいよねっていう話ですね。パドルシフトいらないです。はい、マイパイロット、燃費ですね、まあ、燃費ちょっと僕ネットで見たんですけど15とかそんなんで書いてる人がおったんですけども、実際どうなんでしょうね、まあ、燃費ってね本当乗る人によって変わるんで、乗り方とか街中で乗ってるとか、ね、そういうのはあります。そういうの全然変わるんで、ちゃんとね書いてる人だったらいいですけどね。 K でも毎回アホみたいにアクセル踏んでる人いますからね、それは燃費悪くなりますよ。でマイパイロット、これはもうホンダセンシングとかと一緒なのであえてもう言わないです、ね、安全支援こういうのあるんですけど、結局これって半分以上は自分でオンオフできてしまうので、その辺はねどれを使うか使わないかっていうのはまたまた発展途上かな。決してあの自動運転とかではないので、支援なのでね、まあ、ルームミラーもこうデジタルですけども、こういうのはいいかなと思いますね。でエアバッグがこんだけついているということですね。 K はねやっぱりくちゃってねすぐくちゃっと壊れてしまいますのでね、こういうのありがたいですね。まあ使わないことに越したことはないですけども、ブレーキホールド、これもありがたいんですけども、使わない人は本当全然使わないですよね。うちの奥さんは自分でオンにしたことは一回もないです。僕が乗ったら僕は使いますけど基本使わないようです。この辺はねオプションになってますので、
まあその辺を考慮してね選んでほしいなと思います。小物入れは非常に多いですよ、まあ、こういうとこありがたいですよね。ティッシュボックス入るとかね、ありがたいです。非常にありがたい。コンビニ服もこれ、このねシューズトレイというかアンダートレイ、これはね嬉しい本当に。結局ね下空いてるじゃないですか、自分で100均でケース買ってきて、あの入れ物を作って入れるんですよね。なのでこういうの最初からついてるとありがたいですよね。引き出しになってたりするんで、 USB の差し口がシートの後ろにあるのもありがたい。でここからメーカーオプションなんで、これはまあ純正アクセサリーも別にいいですね。まあというわけでね、最後にスペシャルサイトとやらを見ていきましょうか。まあ動画が多いんでちょっと飛ばしまして、スタイルボックスっていうんですけど、まあこんな感じで使いますよということですね。だから家族でこういうのはいいと思うんですよね。やっぱ移動中楽なんで、こういう車って軽バンはね、やっぱねリアシートと助手席に関しては N 版がひどいだけなんですけども、リアシートはやっぱり普通の K の方が楽なんで、こういった車の方がいいかなっていうのは思いますね。で結局まあこれね、あの別に車で何してるわけでも何でもなくて、単純にこういうとこ行きましたよって荷物が詰めますよってだけなんですよ。でさっきみたいな使い方だとこの車は全然ありだと思います。でこうソロアウトドアってなってますけど、これは僕はちょっと疑問ですね。まあかっこいいじゃないですか。かっこいいですよ。はい。まあぶっちゃけこれするんならジムニー買えばって思うんですよね。こう見た目おしゃれにしたいんであればね、ジムニーの方が僕は全然いいと思います。釣り竿乗りますよってなってますけど、これオートバックスで売ってます。これね。僕昔やってました。で、Nボックス だろうが、スペーシアだろうが、これはできます。天井高い車だったら、これ全然できるんですよ。で、なおかつ、ここに子供乗せたりもできます。ただ、このね、やっぱり後ろの、だからここの割れ目よ。割れ目。割れ目にから水入るってっていう話なんですけど、まあ、そう置いときましょうか。しつこくなるんで。で、まあ、ここも物置きやすいですよってなるんですけど、まあ、一人でね、テント乗せていくんなら、割り切った車、ジムニーとか軽バンで行った方が僕はいいと思います。なおかつですよ、こう、ソロキャンパーみたいな、おしゃれじゃないですか、言うたら。結構こう、武骨な感じでやってますよっていうの自体がもう言うたらおしゃれなわけですよ。で、なので、ここに似合うのはジムニーです。はっきり言って。ジムニーが似合います。まあ、いいんですけどね。全然いいんですけど、もし一人で車を買うっていうんであれば、軽バンとかジムニーとか買った方が趣味がある人はねいいと思います。ただ普段そんなことしないよと、でもちょっとだけやってみたいんだっていう人にはこういう車、まあニーズですよね。で子供さんがいてちょっとアウトドアしますよっていう方もこういう車いいですよね。どうしてもその軽バンとか、さっき言いましたけど軽バンとかになっちゃうとリアシートがしょぼい、正直しょぼいです。当然荷物を乗せる車なんで、そこを犠牲になってるんで、それは仕方がないです。もう N 版なんか絶対買ったらダメ。もう後ろのシートなんかもうとんでもないんで、人乗せちゃダメなんで、ケツ割れますよ、マジで。なので、まあ、N ボックスでね、さっきみたいな汚れ物とか乗せたいかというと、そんなことはないので、こういう車の出番かなっていう感じはします。まあ、見た目もね、やっぱいいですからね。一人で趣味持ってやるんであれば、僕は、おすすめはしないです。家族ありきであれば、こういう車はありだと思います。ハスラーとかはもう全然ありなんですけど、ちょっと、やっぱり車内高がね、やっぱり狭いですよね。低いですよね。なので、こういう車の方が、物は楽に積めるかなという感じです。ただ、僕としては、もうちょっとシートのアレンジを考えてほしいかなっていうのはあります。やっぱ、こういう車って今、車中泊っていうのが頭の中にある人が結構いらっしゃるわけですから。で、選択肢がやっぱり偏ってきて、まあ、やっぱり軽バンになるわけですよね。こういう車でもうちょっとだけシートアレンジ考えてほしいなと思うんですけど、どうなんですかね。昔からそこ変わんないですよね。乗用車もそうですけど。ペタッとフルフラットにしてくれよって思うんですけどね。やっぱそうすると乗り心地が悪くなるんでしょう。うん。でも、そこを、まあ、N 版はやりすぎですよ。あれはやりすぎ。あんなペタペタに、まあいいんですよ。全然いいんですけど、割り切ってるから僕は大好きなんですけど、まあ、そこまでいかんでも、もうちょっとあるやんっていうね。やっぱり寝たいじゃないところがあるんですけど、やっぱり遠出したりしたら、帰りね、パーキング寝たりするに、足を下ろしてるよりも足上げて、まっすぐ、ちょっとまっすぐになって寝たいじゃないですか。なのでね、もうちょっとシートアレンジないかなと思います。まあ、ただこれで、値段がね、ちょっと高いのが難点ですけども、まあ、どれぐらいユーザーさんが三菱に来るのかなと。いうところですね。僕は結構外観はいいと思います。ちょっとグレードに関して言えば、もう T プレミアムしかないかなと
という感じですね。スタンダードと比べると機能的にあまりにも差があるかなと。その割には値段が20万円ですよと、差が。であれば T プレミアム買った方がいいかなと思います。あくまで試験ですよこれは。僕は T プレミアムだと思うな。これがね、NBOX なんかで言うと NBOX とカスタムになってきて、まあ、値段がね60万近く離れたりするわけですよ。まあそれやったらちょっとあれですけど、まあここで選ぶんであればもうここまで値段出しちゃったらこっち行けばって思うんですよね。あまりにもちょっと、違うかなっていうのがあるんで。なので特にね、一家に一台の車になってこれを買おうと思うんであれば、もういっそ T プレミアムを、なんかの回し物ではないですけれども T プレミアムを僕は押したいと思います。 T プレミアム押しということで終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではまた。